長く続いたマイル路線も終わりを迎える。王者誕生、マイルチャンピオンシップ。人気と実力を兼ね備えたサイレンス鈴鹿、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。待機シャトル。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、二大スプリント覇者菱明けぼの一番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。日本ブルボンとダイワスカーレット、この二人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。一番人気石明坊の美穂のブルボン、快調に飛ばして行きます。先頭は美穂のブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスカーレット。一馬審査、石明坊の外を回ります。サイレンス鈴鹿、待機シャトル、内から行く。少し後ろから8番内を回ります。2番その後ろオグリーキャップ、外でキングヘイロー、少し離れて9番5番並んでくる。その内並んでナイスネイチャー、それを見るように18番内で、さてみんなもボーノを召し上がれ。その外並んで16番、その内並んで3番、後方2番手に13番、最後方4番、意気揚々と先頭を行きます。ミホロブル、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスタート、一気にレースが動きます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。後方まで400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは菱明坊の待機シャトル。食らいついてゆく。200を通過。3番手争いは美穂のブルボン、ダイワスカーレット。先頭は菱明坊の、変わらない菱明坊の。これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ、菱明坊の。並みいるライバルを蹴散らして見事マイル女王に輝いた。2着は待機シャトル、3着に入ったのはオグリキャップ。やったよ、最高のボーノ、みんなに振る舞えたね。